皆さんこんにちは。さあ今日もねこの GoPro ヒーロー9使って、ちょっとね散歩していきましょうか。ここはですね、いつもこの時期っていうんですかね、毎年、10月になったら来る函館で、そしてこの後ろね、これ奉行所ですから五岳公園のね内部に来ています。さっきまでね、五岳公園の中をね、まあ、いろんな、機材というんですか、ミラーレスとか使ってね、ずっと動画撮ってて、その帰りになります。もうね腕の握力がほとんどなくなって、もうすごくね疲れた状態ですけども、いやこれでもね、なんとこの GoPro をね持つ手の握力が残ってるんで、ちょっとね今撮りながら歩いています。いやそれにしても今日はすごくね天気いいですね。これ見えますか皆さん、すごい後ろの奉行所とかね、この太陽とか映っちゃってますけど、とにかく今日はね天気がいい。なんでこういう、GoPro のねこのカラーが入るね感じですよね。はい、さあそれじゃあちょっと、カメラ前の方にしてね少し話していきましょうか。さあそれじゃあね、まあ、ちょっとこう歩きながら雑談でもしていきましょう。僕がねこの函館に戻ってる間に結構いろんなね新商品がね発表されましたよね。まずはあの DJI の、ローニン S2 とローニン SC2 ですが、あれがね出ましたね。特にね僕が気になってるのはあのローニン SC2 の方ですね。はい、あんななんかこう折りたたみ機構がね内蔵された、ジンバルっていうのもね結構珍しいですよね。ただなんかねあんな感じのね、機構っていうのはまあ今僕がねあの結構メインでも使っているモザミニ P とかにもねこのぐるっと180度回して折りたたむ機構が、まあ、ありますし、あとだいぶ昔なんていうメーカーだったか忘れましたが、キリンってジンバルがあったんですがね、なんかあれもね吊り下げ式でねこう折りたたむっていうか変形させる機構があって、であのインバート持ちとかね相手の方が楽になるってやつがあったんですが、まあ、まさになんかそれを足して2で割ったような、そういったねデザイン で、ね、でペイロードも結構ね前に比べてすごく良くなってると聞きますし、でさらにあれですよ、なんか 100mm のレンズにしてもブレがほとんど出ないだけスーパーなんちゃらっていう機能もねついてるとのことです。お、そして今ゴルガクタワー皆さん見えます、正面にあそこにあるんですけど、ね、こういう天気のいい日はもうゴルガクタワーがすごくね映えますよね。でこっちはこのね橋のところもすごくね、いい風景っていうかね風もなくて、まあ、観光とかね散歩する日は絶好の散歩日和とねなっております。で、まあ、話を戻しますと、このローニン S2 の方は、まあ、よりこのプロユースっていうのかな、本当にそのシネマカメラとかのなんだっけレッドとかそういったね本当のガチガチの映像関係のねカメラとか載せることもなんかできるみたいですし、あとのそうそう SC2 もね S2 もついにフロントに画面がねつきましたよね。確かねあの S2 の方はオズモポケットみたいなタッチスクリーンでカラー液晶なんですけど、あの SC2 の方はモノクロのね普通の画面みたいですよね。いやそれでもねあれが標準で追加されたのは本当良かったです。うん、今までねあのズームもモザもだいたいあのクラスのジンバルは全部モニターついて、でもうジンバルだけで全ての設定がねできるって仕様だったんですが、ね、DJI の浪人それできなかったですから、まあ、それはすごくね、順当にいい進化したかなと思います。で S2 の方は、ね、なんかあのトランスミッターかな、ワイヤレス映像を飛ばすやつね、トランスミッターをつけることでアクティブトラック 3.0 オズモポケットのみたいなねあの顔とか物体を追跡する機能も使えるみたいで、すごくねそれも良さそうですよね。やっぱ DJI ですからその辺はしっかりとね、作っているかと思います。はい、まあ大型ジンバルはねこんな感じなんですが、そして、はい、今日のこのねメインテーマと、言っても過言じゃないあれですよ、DJI が何でもまた新商品をね出すとのことなんですが、皆さん何だと思います？これね僕の予想ですけど、多分ねオズモポケット2じゃないかなってね思います。で実際海外とかのねあのリーク情報あれ見てもね、なんかあの電波の、ね、技的とかもそうですし、なんだっけ海外の FC2 だったかなとか FS だったか、そういったの認証にもオズモポケット2のね、あれが出ているみたいなんで、いやなんかオズモポケットもいよいよ新型かと。そしてもうあの海外のねあのリーク画像もね
好評っていうかなんかおっと出ちゃってますね、サイレンになってる。はい、まあ、その画像とかもちょっと見て、下に URL 貼っとくんで、まあ、もしね興味があれば見てほしいんですけども、いやついにオゾンポケットも新型かと。でなんかそのリークの情報によると、あのレンズの部分ですね、オゾンポケット あのレンズの部分があのくるんと丸くなってるんで、あれじゃないかと、広角のレンズなんじゃないかっていう噂がね出ていますね。やっぱりね、まあ、うちのチャンネルでももう幾度となく紹介した、100回ぐらいやってるのかな、オズモポケット関係の動画やってますけど、この画角にね泣かされることが多々ありますよね。で一応その、まあ、メーカー純正じゃないにしても、ワイドコンバージョンレンズですか、あれをつけることによってある程度画角は稼げますけどね、やっぱり画角が狭いってところが、ね、たまに傷でしたよね。そして今使っているこの GoPro Hero 9ですよ、ね、日中であればリニアプラス水平時で非常に広い画角を持ちつつも、ジンバル並みの、ね、手ブレ補正を実現しているという感じなんでね、やっぱ DJI にはもうこの、ね、GoPro をはるかに超えるような仕様を、ね、出してほしいかなって思っています。やっぱりオゾンポケットは何といってもメカニカル ね、あの物体的な三軸のジンバルなんで、夜間でも、ね、手ブレ補正を、ね、維持できますし、まあ、実際この GoPro Hero 9とオゾンポケット実際手に持ってね、この前札幌の夜歩く動画ありましたけど、やはり、ね、安定感とか映像の滑らかさとかそういったもんでは圧倒的にオゾンポケットが強いので、そしてね、もしこのオゾンポケットが広い画角をね手に入れたら、それこそ最強の旅カメラになるんじゃないかって、この前この GoPro でも同じこと喋ってましたけど、いや本当ね、この GoPro Hero 9キラーになり得る存在だとね思います。もちろんそのアクションカムなんでね、水の中につけたりとかでぶん投げたりとか、そんなもちろんオゾンポケットダメですけど、それでもこういった用途ですよね、散歩したりとか日常のね、そのビデオブログとかそういったのをね撮るんであれば、オズモポケットもし新型が出たらねいいですよね。さらに今回そのオズモポケットのプロキットっていうのかな、あのいろいろとセットになってるやつ、あの中にワイヤレスのマイクとなんか受信機送信機がついてるらしいんですよね。これはあれですか、やっぱロードのワイヤレス GO とかそういったものをね意識してるんでしょうかね。でやっぱりこのビデオブログって、まあ、僕もそうなんですけど、今あのリニア PCM レコーダーで音声別撮りやってますけど、まあ、できることならねワイヤレスで本体で全部撮れればそれに越したことはないですから、それがもしね出るんだったら、いやもう本当まさかこの、ね、10月年末、まあ、まだ年末とは言えないですけど10月に、ね、強力なこのGoPro キラーがね出る感じがしますね。皆さんどうです、次のオズモポケット2何期待しますか。僕はやっぱりその画角とあとバッテリーの持ちですかね。うん、本当そのくらいっていうか、正直なんか GoPro じゃないオズモポケットって何かあるかな求めるもの、なんだろうな、まあできればもうちょっとセンサーサイズとかそういったものが欲しいなっていうのはあるんですけど、あの大きさでもうあれ以上ないですからね、まさか1インチのセンサー積んでくることはないと思うんですよね。そうなると多分値段だって、ね、すごい上がっちゃうし、もし本当にこの GoPro Hero 9と対抗するんであれば価格っていう面もね結構大事ですからね。いやーでも本当楽しみです。 あとそうそうあれですよ、今回のオズモポケット2あの画像を見ましたけど、ジョイスティックらしきものがね今標準でなんかつくらしいんですよね。あれってこれどっかで、まあ、僕持ってる格安のオズモポケットっぽいカメラのねフィミパームにそっくりじゃないかと。そうかと、今度のオズモポケットは、ね、サイドホイールを別売りじゃなくて、もう初めからジョイスティックをねそのつけるような感じなのかなってね、はい、思ってます。まあ、まだこれもねはっきりとした確定的な情報じゃないんで何とも言えないんですけど、まあ、ジョイスティックがつけばね操作性もぐっと良、ね、くなりますよね。いやー GoPro Hero 9持ってるんだけどどうしようかな、もし本当にオズモポケット2が出たら、まあ、僕は価格によりますけど、
うん、前回のオズモポケットぐらいの価格であればもう即決で予約しちゃおうかなって思ってます。でうちのチャンネルといえばね、結構このオズモポケットで、見てくれたっていう方もね、結構いらっしゃるので、やっぱね皆さん気になるでしょ、新型。もう僕も気になります。はい、ということで、なんかゴルガ公園を歩きながらひたすらオズモポケット2のねその噂話してましたけども、はい、こんなところでね終わっときましょうか。さあこれからね家に帰って、もう背中のねバッグを下ろしてお昼ご飯食べたいと思います。ここまでね見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。